スコットランド、ギニー、ウェールズ、8世、ここにまさにこの現物がですね掲載されているという、イングランドの王様になろうとしたんだけれどもなれなかった人なんですね。思っていた矢先になんと男の子が生まれます。これが後のジェームズ。こんにちは、アンティークコインマニアの渡辺です。今日はですね、俺のコレクション大公開ということで、コインを紹介してみようかなと思います。今日のコインはこちら、1716年（1828年）の、スコットランド、ギニー、ジェームズ8世マシュー・ヤングリストライクというコインです。多分ほとんどの人が見たことも聞いたこともないようなコインなんじゃないかなと思います。このコインですね、このジェームズ8世という人物が、まあ、非常にこう数奇な運命をたどった人でして、まあ、それに伴ってね、このコインも物語がたくさんあるコインです。なので、コインのお話とこの人物のお話と、まあ、ちょっと2つに分けてお話できたらなと思います。まずですね、このコインそのものの紹介なんですけれども、書いてある通りこれは NGC の MS65 鑑定になります。鑑定枚数1枚ですので当然最高鑑定品となります。でこのジェームズ8世のコインですね、実はこのイングリッシュゴールドコインネージというイギリスの金貨を集めたコイン、カタログがあるんですけれども、そのですね、ここにまさにこの現物がですね掲載されているというカタログの現物のコインになります。もしよかったらですね、この、ジェームズ8世の肖像の首の後ろのところにちょっと特徴的な傷があるかなと思うんですけれども、この傷を覚えておいていただけたらなと思います。ということでちょっと、拙者にして細かく見ていただこうかなと思います。はい、いかがでしょうか。はい、表面はジェームズ8世の、肖像となっております。見てください、この首の後ろのあたりですね、このあたりに傷が入っているかと思いますが、この傷が、さっきの、カタログと全く同じだよね、つまり現物だよねっていうのが、分かっていただけるかなと思います。でこちらのコインですね、ちなみにR5、レアリティが R5 でして、5枚から10枚残っているんではないかというようなコインです。一説によると、まあ、僕がとある、コインショーから買ったんですけれども、まあ、その人曰く、まあ、過去の100年ぐらいのオークションの履歴見て、まあ、4枚ぐらいしかないんじゃないのと。で、まあ、その中でも間違いなくこれはトップクラスに美しい状態のいいコインだよというような話でございます。でこのね、ジェームズ8世っていう人ですね、実はイングランドの王様じゃないんですよね。どういうことということだと思うんですけれども、このジェームズ8世という人はイングランドの王様になろうとしたんだけれどもなれなかった人なんですね。じゃあなぜこのコインが存在しているのかというとですね、イングランドの王様になろうとして自分の肖像が書かれているコインを発行するために準備はしていましたけれども、結局王様になれなかったので当然コインは発行されませんでした。なんですけれども、この当時に作られていた機材と刻印台ですねが、まあ、代々技師に、彫刻を彫る技師ですねに、受け継がれていって、この1716年の約100年後ですね、1828年にここに書かれているマシュー・ヤングさんというですね、これ当時の、ロンドンで営業していたコイン商がその機材を買い取ってですね、当時のコレクター向けにプライベートで数枚、まあ、この時に、ちょっと正確に記録が残っているんではわけではないのでわからないんですけれども、まあ、数枚から10枚、5枚から10枚程度作ったんではないかと言われているコインです。その中の1枚ですね。なのでとても希少でかつストーリーが面白いですよね。ロイヤルミントの発行ではなくてこのマシュー・ヤングさんの、手によって作られた、リストライク品です。だけども、台と機材は本物というものになります。
でですね、このジェームズ8世さんがとても数奇な運命をたどったという話をしましたね。ちょっとそこについて、お話できたらなと思います。時は17世紀ですね。宗教革命の真っ只中ですね。プロテスタントとカトリックが対立していたんですけれども、カトリックはまあイタリア、フランス、スペイン、まあ、いわゆるこう絶対王政みたいな国が、カトリックで、一方でオランダ、イングランドとかはプロテスタントだったんですね。なので王様がの権力というよりかは議会の権力が強いというような、そんな色分けですね。で、激しく対立していました。で、このジェームズ8世さんの話をする前に、このお父さんのジェームズ2世の話をした方が、とても分かりやすいかなと思いますので、ジェームズ2世の話をまずしていきます。このジェームズ2世さんはですね、もともとプロテスタント、イングランドにおけるプロテスタントっていうのは、すなわちイングランド国教会の、を信仰していましたと。で、イングランド国教会っていうのはですね、エリザベス1世、今の女王が2世なんですけど、そのエリザベス1世のお父さんのヘンリー8世という人がですね、当時、カトリックから離脱しまして、イングランド国教会っていうものを作りました。ちなみになぜ作ったのかというと、奥さんと離婚したかったからですと。はい。まあ、ちなみにですね。はい。ジェームズ2世はプロテスタント、イングランド国教会の人だったんですけれども、途中でカトリックに改宗しちゃうんですよ。で、ジェームズ2世の若い時に、ピューリタン革命というものが起きます。これでジェームズ2世はフランスに亡命します。一旦逃げます。その後チャールズ2世が王政復古するんですけれども、その間に改宗したんではないかなというふうに言われております。なので、一人目の奥さんはアン・ハイドという方だったんですけれども、この人はプロテスタントで、このアン・ハイドとの間にメアリーとアンという2人の、王女が生まれておりました。で、その後ですね、カトリック改宗してアン・ハイドが亡くなった後に、迎え入れた奥さんがですね、メアリー・オブ・モデナという方です。で、このメアリー・オブ・モデナという方は、まあ、モデナっていうところでね、もうピンとくる方多いと思うんですけれども、イタリアの人です。イタリアの貴族から、受け入れた人です。なのでゴリッゴリのカトリック、カトリック・オブ・カトリックですと。ジェームズ2世の次の王様がプロテスタントの王様になるのか、カトリックの王様になるのかっていうのが、とても国民にとって重要でしたと。で、まあ、なぜかというとですね、フランスの影響が大きくてですね、フランス絶対王権、まあ、ルイ14世、もう太陽王と言われた人ですけれども、まあ、この人がカトリックだったんですね。なので、カトリックの王様になっちゃうと、もう絶対君主、絶対王権、王政がすごく強まって、王様の権力が強くなってしまって、我々の暮らしが良くなくなってしまう、悪くなってしまうんじゃないかというような、人たちがいました。まあ、プロテスタントの人たちはそう思っていましたと。なので、何としても、王様にはプロテスタントでいてほしい人たちがいるんですよね。プロテスタント側の人たちはですね、もうメアリー・オブ・モデナが子供を産んで、しかも男の子を生まれたらすごく困ると思っていたわけですね。当時の法律だと王様は男の子が優先だったので。で、メアリー・オブ・モデナは5人子供を産むんですけれども、この5人ともですね、まあ、当時の衛生状態だったり医療状態が良くなかったっていうのがあって、まあ、全員若くして亡くなってしまいます。なので、メアリー・オブ・モデナはもう今後後継ぎ世継ぎを産まないんじゃないかって思っていた矢先に、なんと男の子が生まれます。これが後のジェームズ8世、この恋に描かれているジェームズ8世ですね。6月にこの男の子が生まれるんですけれども、プロテスタント側の行動がとても早かったですね。はい、もうこのままだったら次の王様がカトリックになってしまう、これはどうにかしなきゃいけないということで、最初の奥さんのアン・ハイドの娘、長女のメアリーがオランダの総督のウィレム3世という人と結婚していました。このウィレム3世っていう人はオランダの総督でプロテスタントです。なのでこの人に助けを求めて、オランダからイングランドに、まあ、軍を引き連れてきてもらいますと。で、その間に、ジェームズ2世はですね、これはいかんということで、頑張って対抗しようとするんですけれども、もう時すでに遅しということになって、無血開城、戦うこともなしにイングランドを受け渡してですね、ジェームズ2世とその子供、ジェームズ8世はフランスに亡命します。これがいわゆる名誉革命ですね。なので、6月に生まれて11月に名誉革命が起きるということで、わずか5ヶ月の間にこのような事態になりました。で、
本当はですね、当時の有力者の人たち、ウィレム3世を引き入れた人たちは、ウィレム3世はいいとこだけ使って女王に、統治してもらおうと思ったんですけれども、そうはうまくいかないですね。俺も統治すると、ウィレム3世が言い出しまして、ここにですね、ウィリアム&メアリーという、なかなか珍しい2人、この夫婦での共同統治という体制が、始まると。いうことになりました。ちなみにこの名誉革命の結果ですね、権利の昇天というものがイギリスで認められました。これは何かというとですね、王権よりも議会の方が強いよと、議会という権利力が大きくて、その中に王権があるよというような形をですね、明文化して国民全体に認めさせたというようなことになります。実は、この権利の昇天というものが遠因になってですね、後の産業革命とか資本主義の発達で、ひいてはね、大英帝国の、繁栄というところに広がっていきますという感じですね。はい。で、名誉革命でジェームズ2世とジェームズ8世、その子供のジェームズ8世はフランスに亡命します。で、フランスに亡命してですね、ルイ14世、同じカトリックなので、そのルイ14世の支援を受けて、なんとかね、また本当だったらね、血筋的にはジェームズ2世の次はジェームズ8世、彼の息子になるはずだったんですよね。で、それを支持する人たちっていうのが、ジャコバイトと呼ばれる人たちですね。ジャコバイトっていう人たちは、名誉革命は無効だと、ジェームズ2世の息子男子である、ジェームズ8世がイングランドの王になるべきだというカトリックの信者です。で、この人たちは、スコットランドを拠点にしていました。このジャコバイトたちの王として何度かですね、このジャコバイトの人たちを率いてイングランドに挑むんですけれども、イングランドを倒すことはできずに、結局正当な地位がないのに自分は王であると、偽って自称王様みたいな立場のまま一生を終えてしまうという人生でした。どうでしたでしょうか。ちなみにね、このジェームズ2世とかジェームズ8世のこのスチュワート朝っていう、王朝なんですけれども、この地が巡り巡ってですね、ダイアナ妃に受け継がれています。実はダイアナ妃の遠い先祖はですね、このスチュワート朝の血が流れていまして、ダイアナさんとチャールズさんが結婚しましたと。チャールズと結婚してできた王子ウィリアムさんとヘンリーさんがいますね。この2人はなので、実はスチュワート朝の血がなんと300年ぶりに入っているイギリスの王家、王室の人間ということになります。今の女王がエリザベス2世で、その次がチャールズ皇太子で、その次がウィリアム王子ということでですね、次の次の王様になったらですね、なんとイギリスのキングとしてスチュワート朝の血が返り咲くというですね、もうこの300年越しの歴史のロマンが実現しそうなタイミングであります。はい、ロマンですね。ということで、今日のお話いかがでしたでしょうか。このジェームズ8世というね、数奇な運命をたどったこの人のコインのご紹介でした。面白かったら、チャンネル登録やいいねしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。